神様、どうしてなのだ。どうしてお母さんを死なせたのだ。お母さんは僕の大切な人だったのだ。そして何も悪いことをしていないのだ。何の罪もない人をどうして死なせたのだ。ハウ、涙が止まらないのだ。お母さん、大好きなお母さん。僕は一人ぼっちになってしまったのだ。その日の夜、ズンちゃん、ズンちゃん、起きて、ズンちゃん。お母さん、死んでなかったのだ。生き返ったのだ。いえ、ズンちゃん、私は死にました。そして、死んだ人は絶対に生き返りません。今は、どうしてもあなたに伝えたいことがあって、神様にお願いをし、特別に少しの間だけお話ができるようにしていただいています。僕に伝えたいことなのだ。そうです。あなたは私が死んで、とても悲しんでいますね。とても悲しいのだ。でも、悲しむ必要はありません。なぜなら、私はとても悪い人間だからです。私は何の罪もない、善良な人間ではないのです。まず、私は複数のホストの男と不倫をしていました。不倫相手へ貢ぐために、お父さんが貯めた貯金を、すっからかんになるまで使い込みました。あなたから預かっていたお年玉も、すべて使ってしまいました。あなたのお友達がうちに遊びに来たとき、お友達のお金がなくなって、騒ぎになったことがありましたね。あの犯人は、私です。あなたは濡れ衣を着せられ、友達を亡くしたようですが、私は陰で、ケラケラ笑っていました。そして、不倫相手と二人きりのとき、お父さんやあなたの陰口を叩きまくりました。バカなクソガキがマジでうざい。あいつを産んだせいで人生が狂った。といった具合です。ちなみにこれは本心です。また、1年前、お父さんが失踪した原因も、私です。いつも私たちが一緒に寝ていた、寝室の畳を剥いでみてください。バラバラになったお父さんは、埋まっています。私が殺しました。だって、不倫とお金のことで、わーわーうるさかったんだもん。ついでに、あなたのことも殺す予定でした。タイミングを見計らっていたのですが、実行に移す直前に、天柱が下り、私は死んでしまいました。神様曰く、100% 地獄行きだそうです。そういうわけで、私は重罪人だし、死んで当然の人間です。そして、真実を知って、ズンちゃんの私への愛情も、冷めましたよね。だから、悲しむことは全然ないんですよ。死んでよかったと、むしろ喜んでください。間もなく、私の生命保険が降りるはずです。それで当面の暮らしはなんとかなると思います。私のことなんて早く忘れて、前向きに生きてくださいね。夜は早く寝て、好き嫌いせずに、野菜もちゃんと食べるんですよ。お風呂にも毎日入ること、歯磨きも忘れちゃダメよ。人を怖がらず、自分から話しかけて、信頼できる人を見つけてください。あなたを大切にしてくれる人が、この世界には、必ず存在するはずです。そんな人たちと一緒に、元気に楽しく、長生きしてください。どうか、幸せになってください。ズンちゃん。それでは、これでお別れです。もう二度と会うことはありません。さようなら、ズンちゃん。さようなら。お母さん、行ってしまったのだ。お母さん、やっぱり僕は悲しいのだ。お母さんは不定の窃盗犯で、人殺しかもしれないけど、だけど、世界で一番優しい、人殺しなのだ。そして、ちょっとだけ嘘つきで、不器用なのだ。お母さんは、僕がお友達からお金を巻き上げられていたことや、お父さんから性的虐待を受けていたことをきっと知っていたのだ。お母さん、僕はこれからもお母さんが大好きなのだ。お母さん
ためにも、これからの人生を幸せに生きるのだ。ありがとう、お母さん。